キムピちゃんいらっしゃい、コタロウさん、マンピーさん、カズさん、イルカマシンさんいらっしゃい、ルルルさんいらっしゃい、チュピモルさんいらっしゃい。あ、すいません、リスナーさん、テロップナナちゃんもいらっしゃい、ツバサさんもいらっしゃい。テロップニコ生 A 版ってなってたんですけどね、A 版ではなかったです。 A 版ではなかったですね。エッチしてないって、もうしつこいよ、もうしてないって。ありがとう KP の方、英語の方ありがとう。でもね、リスナーさん、よくわかりません。こっちの携帯ね、ニコ生配信できないんだよ。 iPhone だったらニコ生配信できるんだよ。よくわかりません、原因が。誰だよあれ。もうテロップ変える気力ないです。誰だよ、 A 版詐欺ってリスナーさんでしょ。リスナーさんが A 版言ったんでしょ。垂れ流し、なんか YouTube 垂れ流しできなかったね。見ててね、ニコ生、こっちの携帯だったらね、ニコ生やるじゃん。ちょっと待ってね、こっちの携帯だったらニコ生やるじゃん。で、配信、これ配信するボタンね、カメラマーク、配信するボタン押したら、あれ？配信できますね。なんでだろう、昨日なんでできなかったんだろうね。アドロ、いや、できますね。番組作成できませんって出るんだよ、昨日。そしたらみんながね、リスナーさんがみんな、A 版って言うんだよ。それ A 版の症状だよって言って。嘘ばっか言わないでよ、ほんま。焦ったわ、マジで。マジで焦った。猫さん、ありがとう。ちなみに重大発表あります。重大発表、あれ2回つぶやいたかな。リスナーさん、ツイッター2回つぶやいてます。2回通知飛んでたらすいません。で、みんなじゃあもう起きてよ。起きる。っていうか何時間寝るの、やばくない？ 15時間ぐらい寝てたよ。みんなちゃん。どんだけ寝るの？昨日、リスナーさん、昨日競馬終わって16時ぐらいに寝たじゃん。競馬終わって17時半ぐらいに寝たのかな。17時半ぐらいに寝て、ずっと寝てるからね、結局。2回来た、ごめん。2回飛ばしちゃった。あれからずっと寝てる。結局キャリーと1回コラボ通話してたじゃん。あん時ちょっと起きただけで、あと全部寝てるから、びっくりするぐらい。ほんなも寝るんだけど、やばくない？で、今からサイコパスさんとドンチキ山ちゃんさんが迎えに来てくれてるから、それ来たらもう今来やん。うん、だお風呂入るんだったらお風呂入りな。まあ何もしないと思うけども、お風呂入りなよ。
すぐ起きれんやろ。はい、すぐ起きれんだろ。起きてる、起きてるって言ってるじゃん自分。目は開いとるっていう。うん、見てる朝から他に。いや、シャンプーないけど、シャンプーなかったらきついかな。あ、水シャン、湯シャンだけ。もうリスナーさん、わやだよ、もう部屋もうぐちゃぐちゃ、もうこれもう見てもやばいて、ほんま。もうわやです、もう。しんどい、もう片付け。リスナーさん、重大発表していいですか。重大発表。アホタレ、アホタレが、でもリスナーさん、出みなちゃん出荷したらもう配信終わります。一回もう寝ます。もう眠いよ、もう寝れてないから。でまた昼から枠取りますんで。だからそれも言ったわ、もうめんどくさいな、もうコメントイライラするんだよマジで。それさっき発表したわ、ニコ生 A 番じゃないっつってんのに。バカだろ、さっきニコラマ A 番じゃなかったって言ってんのに、なんで重大発表ニコラマ A 番じゃないんだよ。バカだろてめえ、イラつくんだよマジで。コメントよ、またイライラしてきたほんま。7号ブロック、もうまたイライラしてきた。もう配信やりたくないほんま。いやんて、よくないわ、イライラするわ、ほんま。アホ相手してたら、ほんま。死んだ、ほんま。うるせえな、やりたくない配信なんてしてんだって。俺の勝手だろ、うるせえな。おう、もうね、もう垂れ流しにします。もう疲れた、もうやりたくねえ、もう死んだ、もうコメント読んでたら。
はい。あ、お願いします。来てくれた。迎えに来てくれた。あ、ありがとうございます。おはようございます。みなちゃん、迎えに来てくれたよ。配信してますんで、ドンチキ山ちゃんさんとサイコパチさん迎えに来てくれて、すいません寝起きで、ちょっとまたいろいろあっても、あ、すいませんね。ありがとうございます。今日もこれすいません写真また、サイコパスさんありがとうございます。いろいろ抵抗2枚ですよ。2枚あるみたい。いや、そのこれ入れ替えれるってことですか。今日のやつ2枚なんです。はい、こっち入れれる、下もあるってこと。バンになるのやめてる。ああ、昨日のあの凄惨な現場ですね。あのバンになったシーンです。これだから入れ替えれるってことですか。そうですね。いや、助かります。ありがとうございますそのあの写真わかぶちゃう。あの写真わかぶちゃう。いや、サイコさん、サイコバッチさん手込んでるんだよいつも。え、誰の車で来てくれたんですか。山ちゃんさんが車出してくれたんですか。はい、ありがとうございます。え、サイコパチさん、キャリーは連絡先知ってます。知らないですね。一応キャリーの LINE 教えとくんで、今電話します。今から行くって。あ、キャリーさんどこに行くんですか。キャリーさん持って行きたいですね。なんでキャリーさんどこに運んだらええと。え、昨日言ってたんですけど、いや、え、あ、そうなんですか。僕はてっきり徳島帰るんかなって。え、徳島も連れてくれるんですか。いやいや、徳島はもういいです、もういいです。あの、三の